51話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、ボタン、よろしくお願いいたします。一つここでお知らせでございます。現在、ディスコードでグループチャットをやっているんですけども、飲み部屋だったりとか、ゲーム部屋、みんなで VC 繋いでワイワイ遊んだりする部屋だったりとか、雑談部屋とか、いろんな部屋がある中で、テンスラ部屋というのもこの中にございまして、今みんなでテンスラ好きの仲間たちで集まって、ワイワイやっております。これ画像を出しておくんですけども、こんな感じで、自身の持っているフィギュアを載せる部屋だったりとかね、最新リリース情報っていうのもここで終えたりとか、テンスラ資料館っていう、前回生配信でね、国の情報とかっていうのを出したんだけども、そういったここが知りたいなみたいな、テンスラをもっと知る上で重要なね、情報とかっていうのをまとめているところもあったりとか。だから、最新のアニメについてそこで語ったりとか、じゃあ最新のね、小説の方で語っていったりとかっていうのもできるということで、もうテンスラ好きの仲間たちがっつり集まってほしいな、みたいな。そんな感じです。なので、テンスラ好きだぜ、テンスラ好きの仲間と一緒にワイワイやりたいぜっていう方は、ぜひとも動画の概要欄ね、一番上のリンクからチェックをしてもらえたらなっていうふうに思います。一緒にガッツリ楽しんでいきましょう。OK ですか？さあ、ということで、前回、とんでもなかったな。50分動画になったよ。もう情報量がすごいということで、今すぐにでも生配信を入れたい感じなんですけどもね。今回もそんな感じになりそうだな。ついていけるか、ちょっとね、怪しいところありましたらコメント欄で補足いただけると幸いでございます。さあ、ということで、やっていきましょう。レッツゴー！リムル様、お疲れ様でした。平和な日々。よせってしゅなで、あれ？いいね。平和最高。はい、後の処理があったので戻りました。ほう、後の処理。後始末を押し付けたのか。ゲルドと協力し、クレイマンの城の調査と戦利品の仕分け、捕虜の指揮に当たってくれています。やっぱそっちだよね。で、ベニモル、大将のお前まで戻ってきてよかったのか？おお。戦が終わった以上、いつまでも俺たちが介入しても仕方ないでしょう。いい笑顔。優秀な副官殿に指揮権を返して、さっさと引き上げてきたってわけですよ。素晴らしいですね。つまり、後の席は三重師にお任せしていると。さすが兄弟、考えることは同じだな。そういうね、はい。少しは俺の責任感を見習って。はい。マスターを見習った結果であると推察します。いや、俺思った、思った。はい、思った。はい、はい。いや、合ってる、合ってる。はい、はい。ものからランファエルになって、演算能力が劣化したんじゃないの？逆に。そのような事象は確認されておりません。はい。スキルの勉強もしたもんね、配信で。すげえ理解できるわ。ガビルはまた戦場に戻ったって聞いたけど。おお。あいつはミリム様の部下のミッドレーという人物と懇意になり、いいじゃん、いいじゃん。後始末を手伝っていますよ。いいね、そこ繋がるの。なるほど。素晴らしい。戦ってのは勝った後も大変だ。後始末だな。捕虜をまとめて移送するのも大変だし、目を離した隙に反乱を起こされても面倒だし。そうそうそう。マシンを目の前で軽く説明しておきました。一体どういう説明をしたんだよ。それじゃあガビルは？直に三重師たちと一緒に帰還すると思いますよ。え？三重師も来るの？おお。ほら、ユーラザニアの首都はミリム様が吹き飛ばしてしまったでしょ。だから本の民や捕虜たちを一旦我が国で受け入れようという話になったのです。ああね。は無理だろう。確かに。受け入れ先を分散させることにしたんです。おえ。戻る村があるものは戻らせました。はいはいはい、はい。テンペストに来るのは技術の習得を希望する獣人たちになります。うん。体力のある獣人やマシンたちはゲルドの指揮下に入り、いいじゃん。ユーラザニア跡地を開発させます。素晴らしい。ああ、そういえば。うまいね。ユーラザニアもミリムの支配領域になったんだっけ。すごいよね、支配領域の。新しく開発する都に遷都したらどうだって思いつきで言ったら。うん。新しい都？すごいよな。新しく開発する都に遷都したらどうだって思いつきで言ったら。遷都って何？遷都くんかよ。新しい都？するのだ。遷都くんじゃねえんだよ。もう一回だけ聞かせて。ユーラザニア跡地を開発させます。まあ移動ね。ユーラザニアもミリムの支配領域になったんだっけ。うん。どうせなら新しく開発する都に遷都したらどうだって思いつきで。遷都。ああ、遷都。新しい都。都と遷。まあ移動だろ、都の。しかし、やってくるのは獣人だけではなく、捕虜の魔人もいます。念のために警戒するように申し付けておくとしますよ。ああ、そうですな。私から皆に説明しておきましょう。うん、うん、よろしくな。頼りになる。俺が指示を出さずとも、各々の判断で動いてくれる。素敵。何とも頼もしき奴らよ。本当にそう。あれ、もしかして俺いなくなっても大丈夫なんじゃない？それはそれで少し寂しいような。わかるわかる、そうだね。
いやでもいいね、もう立派にみんな成長して。予定通りにまとまりました。お、数日後。こちらが和睦協定の証である証書と。最強だな。賠償金の一部として税金か1500枚となります。バケモンだな。多いな。さすがにファルムスは大国だ。1000億。です、ね、ですが大半はエドマリス王が溜め込んでいた私的財産のようです。おお。どの道王家を守る騎士がいない今。貴族派とことを構えれば全て奪われてしまうと考えたようですね。なるほど。それで予定通り戦争になりそうなのか。はい、間違いなく。はい。請求額に足りない分を借款として貸し付けましたので、新王はこれに我慢できないでしょうから、それを見越して王子のエドガーではなく王帝のエドワルドに王位を継承させたのです。あ、そういう。国として残りの賠償を認めたくない勢力がエドマリスに全責任を押し付けようと動くでしょう。大尉氏、子爵となったエドマリスはニドルマイガム伯爵領にほど近い少領地に移り住むこととなりました。はあはあはあ。ニドル領には妖務たちの本拠地があるから、何かあったらすぐに駆けつけることができるってわけだ。はい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 。ちゃんと守るんだな。新王がエドマリスを切り捨てようと動いても妖務がそれを阻止するか。その上で新王の不誠実さを糾弾させることで乱が起きるでしょう。妖務がエドマリスたちを保護することで自然と対立が起きるように仕向けるわけか。完璧だな。乱が起きる、初めて聞いた。なるべく民衆に被害が出ないようにな。犬切り。お任せください。頼む。軍資金が足りなければこの聖金貨を使ってもいいぞ。お心遣いは大変に嬉しく思うのですが、その必要はございません。できましたら戦う許可を。ああ、それは却下で。戦力は用意するから、滅ぶわ。お前が目立つのは避けておくように。うん、承知しました。私は目立たぬよう裏方に徹しましょう。うん、シオン、ディアブロを見習えよ。私は常にリムル様の言いつけを守っております。ぶっ込まれた。そういえば西方聖教会がレイヒムに接触を図ったそうです。今めちゃくちゃシオンが気になってるところを、そこをグイ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 ってこうね、イジイジしましたね。でちょっと気になるのがさ、これとんでもない金じゃん。この金相当発展に使えるくない？これちょっと俺楽しみだな。この金を元に発展、うん、どういう風に使うんだろうね。うん、なんかそこの発展どういう使い方をするのかっていうのがめちゃくちゃ楽しみですね。うん、まあ、常にリムル様の言いつけを守っております。1000億兆やで。そういえば西方聖教会がレイヒムに接触を図ったそうです。レイヒム。ああ、あの大司教のおっさんだな。はい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 。ファルムス王国との戦争状況を詳しく知りたがったようで、招集命令が出されたそうですが、いかがいたしますか。放置すると面倒になりそうだよね。はい、うん、教会側の出方を見るためにも一度説明に出向かせるべきかと。おそうだな。生き残ったのは3人だけだし、情報を知りたがるのも当然か。うん、西方聖教会ってベルドラを監視してたみたいだし、嘘をつくとバレそうなんだよな。では本当のことを話させますか。双方真実で、うん、こいつにメッセージを吹き込もう。それをレイヒムに持たせて教会側の反応を見るとしよう。承知しました。便利。リムル様、どうした。避難民と捕虜たちが到着したっす。うん、多いね。まあ、当然か。当然だな。思ったより早く着いたな。うん、リムル様、アルビス、スフィア、同胞たちを受け入れていただきありがとうございます。いやいや、あれ、フォビオは来なかったのか。フォビオは残った捕虜たちを監視しております。魔人たちの犯行を抑えるために睨みを聞かせているのです。要するに雑用を押し付けられたわけか。フォビオ君、ご愁傷さんも。こっちは物は言いようか。そういうことが仮設住宅怖いな。点検も済んでるし、早副業の振り分けをどうするかも検討してあれ。多くたちか。あれ、詳しいことはまた後でな。はい、早いな。失礼いたします。すげえ頼りになるやつしかおらんわ。今戻りました。早いな。ご苦労さん。速攻。戦では活躍したそうだな。いやいや、我が輩などまだまだです。ミッドレイ殿にはコテンパンに乗されてしまいました。ああ、デニマルから聞いた。非常に強いっていうドラゴンニュートだな。うん、まあミリムを敬っているような人たちだし、戦うのが好きなんだろうな。お前も弱いわけじゃないし、まだまだこれからだよ。はっ、このガビル、リムル様の期待に応えられるように精進いたします。いいね。ところで、なんだそれ。ところで、ミリム様よりリムル様にお渡しするようにと。ミリムから？何を、そんなことやるタイプなの。ミリムだぞ。
今度遊びに行くときに私の世話を焼きたがる者どもを連れて行くのだ。その者たちに料理とはどういうものなのかを教えてやってほしい。これは切実な願いなので、ねぎらいであるお前にぜひとも頼みたい。あ、それ本当にお願いするのだ。作ってほしいのか、そういうことか。どういうことか、何か聞いてる？少しだけですが、はい、我が輩は竜を祀るためのヘルメス殿と知り合ったのですが、おう、ドワーフ王国や西側諸国を旅したこともあるような自由人で、話のわかる方でして、そのヘルメス殿が言うには竜を祀る民はかなり質素な生活で、ミリム様に出される食事も料理などされておらぬようです。やっぱそういうことだね。なるほど。ネギラウと見せかけて、魚を生で食すのを至上とするようなものなのかもしれませんな。それはちょっと違うんじゃないかな。ドラゴニュートは人と同じ味覚になったんだよな。はい、進化したおかげで豊かな味覚を獲得しました。間違えなかった食事が今は楽しみの一つとなっております。かわいいかよ。だろ、だったらさ、美味しいものを食べたらまたそれを食べたいと思うようになるんじゃないか。そうか、ヘルメス殿が言いたかったのはそういうことでしたか。あーね。しかしそれならミリム様が一言言えばいいだけではないのですか。あいつはあれで結構空気読むからな。およし、そういうことなら盛大にもてなしてやるとしよう。で連れてきてってことか。それが良いかと思います。それでは我が輩はこれで。いいな、ミリム株上げ、株上げです。すごくいい、可愛いな。賑わってんな、すげえな。おー、結構自由に暮らしているね。人が溢れてるっすね。うん、ルギスから1ヶ月やってきたお客さんもだいぶここの暮らしに慣れてきたみたいだからな。はいや、リムル様、早いよ。おお、ゲルドさん、リムル様、どうした？もうだいぶ、どうした？で、一体何があったんだ？こっちが異世界みたいだよ。このゲルド、改めてリムル様の偉大さを理解いたしました。いきなりどうした？どうした？いえ、実は捕虜を編成、各部隊に配属し、測量や整地などを行っていたのですが、はい、そこで様々な問題が噴出したのです。おお、廃屋同士は思念伝達によって意思疎通が簡単ですが、ああ、獣人や魔人たちにはそうはいきません。言語化か。魔人の中にも命令に従うことを不満に思う者がおり、やる気のある者もなかなか結果を出せず、うん、そうか、そうか、連携がね。人を使う、教育するってのは難しいよな。サラリーマン時代を思い出すよ。ああ、こういう時は飲もう。ああ、飲むぞゲルド。 ありがとうございますリグル様。頭を柔らかくしてね。大変ですね。オンオフだな。数が多ければ良いというものではないのです。しかし、うん、全員を同じように成長させることなどできるはずもなく。自分でやった方が早いなんて思ってしまいますけど、それでは下が育ちませんものね。うん、そう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 。これではリムル様のお役に立つことも。まあまあ、やけざけ。思い出すな。指示を聞かない作業員。はいはいはい、失敗を隠そうとする後輩。人に責任を押し付けようとする上司。大変だね。いい思い出も多いけど、苦労話を言い出せばキリがない。トレーニーさん、おかわり、濃いめで。はい。あ、ちなみにね、朝まで今のでね、ちょっと思い出したのが、最初にさ、グルチャの話したじゃん。グルチャの名前、スナックジョニキーズです。雰囲気がまさに、ここのスナックを意識したようなね、カラーリングでね、すごくね、はい、いいですよ。集まれ、集まれ、皆様。それでゲルドと朝まで。でも、毒向こうの効果のせいで、全然酔えないんだよな。まあ、二日酔いにならないのは助かるけど。そうだな。うん、おう、どうした、うん、商人たちが戻り始めております。フューズ殿が安全だと宣言してくださったおかげで、以前より出入りする者の数も増えました。おお、いいじゃん。それは何よりだ。活気すご。リム様が魔王になられて、今のところ各国に目立った動きはありません。まあ警戒はしてるだろうけどな。ええ、魔導王朝サリオンの天帝エルメシア・エル・リュ・サリオンがテンペストとの国交樹立を宣言いたしました。早く街道を整備しろよってことか。そのことで多くの国が頭を悩ませているらしいとヒューズ殿から聞いております。ほえ、いやはや皆様とても義理がたいようで、精力的に各国に働きかけてくださりましたぞ。そうか、
確かにね、いいね。回廊整備の事前調査は確か。回廊整備計画のルート上には敵対的な魔物の存在は確認できませんでした。リムル様の計画を説明したところ皆快く納得してくれました。うん、それはよかった。じゃあゲルドの手が開くまでに測量、その他の調査を終わらせるように。それが問題が一つございます。どんなの？ジュラの大森林はリムル様の管轄ですが、はいはい、その境界にはクシャ山脈があります。おお。険しい渓谷と岩山があり、その頂には。俺さ、すげえ今嬉しい。この地図が出てきた時に地図が読めた。もうこの状況がちゃんと、ここはこうでこうでこうで全部ちゃんと読めた。勉強してよかった。勉強してよかった。またやりましょうね。あ、これ見て俺すげえ今ちょっとね、うるっときてるわ。理解できるって幸せなことやな。いや、超嬉しい。みんないろいろと教えてくれてありがとうございますね。すごい嬉しい。ジュラの大森林はリブ、あ、目がうるっときてるわ。その境界には、クシャ山脈があります。学びはいいわ。険しい渓谷と岩山があり、その頂には、天狗が住まう隠れ里があるとか。ほえー、地元の民からの情報ですので無視はできないでしょう。あ、そっか。ごめん、もう一個これさ、あの地図をね用意してくれたのってグルチャにね、あのネロさんというね、あのいつもよくしてくれる仲間がいるんだけども、そのネロさんが用意をしてくれたんですよ。でバレになるところは伏せてくれてるんですよ。このネーム伏せてあったっすわ。いやー、必殺仕事人かよ、もうなんだこれ。いやー、素敵ですね。あの、ネロさんね、あの、ツイッターもやっておりますんでね、あの、コスプレとかをやっていて、リムルのね、あの、素敵なコスプレとかもしてるんで、ぜひともチェックしてください。嬉しいなー。ありがとうございますね、天狗が住まう隠れ里があるとか。で、天狗。地元の民からの情報ですので、無視はできないでしょう。ほう。無視できないとはどういう意味だ？うん。天狗は温厚な民ではありますが、はい、その本質は戦闘民族です。おお。あのフレイ殿でさえ、彼らと直接ことを構えるのを避けていたようですし、声をかけておいた方が良いかと。あのフレイ殿でさえ、彼らと直接ことを構えるのを避けていたようですし、ちょっと文字が聞き取れない。声をかけておいた方が良いかと。実は戦闘民族です。はい、あのフレイ殿でさえ、彼らと直接ことを構えるのを避けていたようですし、あ、フレイね。フレイね。声をかけておいた方が良いかと。フレイ殿ね。なんだよ。お持ちを。ギリいけたわ。これが行きますよ。魔王が軽々しく出向くと、かえって警戒させてしまいましたね。怖いな、しばくなよ。しばくなよ。頼む。お兄様、最近アルビス殿と仲がよろしいようですが、まさか相引きしたいだけとか？え、ベニマルとアルビスが？どういうことかな、ベニマルくん。お付き合いってこと？リムル様。おや？知らないよ、バカなことを言うな。おやおやおや？ご安心、リムル様。ベニマルがいなくとも、リムル様には私がおります。はぁ、はぁ、言い出すんだ、お前は。アルビスの策にはまり、この国を去る気なのでしょう。おい、シオン、どういう解釈をすればそんな話になるんだ。さすがにそれはないよ。そうだぞ、シオン。リムル様、俺を信じてくださるのですね。お前は頼るべき俺の片腕だし、信じるも信じないもないよ。おぉ。まあいいや、これ以上話しても、シオンが変な勘違いをしそうだし。この件はベニマルに任せる。承知しました。面白いな。夕方に。あっちもこっちも結構問題があるかもな。大変だね。明日はみんなを集めて会議でもするか。そして急に呼び出して悪かったな。いえいえ、そのようなことはございませんぞ。おう、その後、それよりも大変なのはゲルドですわい。おう、わしは昨夜のうちに引き継ぎも終えましたので、ああ、呼ぶ必要もないのです。はい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 、悩んでるみたいだな。うん、割り切ってしまえば多少は楽なのでしょうが、ゲルドは真面目ですからな。はいはいはい。それよりもリムル様、一つ報告があります。わかり合いか。クレイマンの支配地だった傀儡国ジスターブなのですが、その住民は居城の維持管理に携わるダークエルフのみで、全員が標準の意を示しました。うん、それで標準下につく。その者たちが申すには、ジスターブの地にはかつてエルフの王国があったそうで、なんとその地に遺跡が眠っているのだとか。ほう。自分たちは墓守りなのだと申しておりました。ほえー、つまり古代王国の遺跡が眠っているってことか。やべえな。なるほど、クレイマンの財力の大元はそこからの発掘品だったのかもな。エルフ重要だな。遺跡は世界各地にあり、宝探しを生業とする者たちが日々挑んでおります。しかし、そもそも発見されている遺跡の数はごくわずか。おお。パクロ、ワクワク。この件は内密にしてくれ。ワクワク。一度現地を見てそれから判断したい。超ワクワク。
やば、絶対楽しい。皆さん、すでにご承知の方もおられるでしょうが、この度私は魔王に就任いたしました。ようやくですな。かっこいいな、クールな。本当にすごい、感無量です。リムル様時代の幕開けですね。そうそう、言ってなかったけど、俺の支配領域とやらがジュラの大森林全域と決まったから。今でも名士を名乗ってるから、そこは問題ないだろ。で、あれ、おや、なんかまずいこと言った。全域ですか、本当に。どでかいよ。おいおい、マジかよ。全域となると川の向こう側もですよね。椅子かわいい。何か問題があるのか。おお、なんだ。問題というほどではないのですが、はい、川の向こう側はドライアドの影響下になかったはずです。おや、リムル様が名士として認められていたのはあくまでもドライアドが築き上げた地盤のみ。おえ、川の向こうの連中からすれば新たな魔王の出現は頭の痛い問題でしょうね。うーん、いやこいつは大事になるぜ。そうなんだ。なんせ森で採取される資源の権利すべてがリムルの旦那にあると、魔王たちに承認されたっていうことだろう。はあはあ、今までも資源の採取などは暗黙のうちに行われておりましたが。あ、それが今後は森に住むのも旦那の許可が必要になるってことだ。すでに住んでいる者も大勢いますからな。確かに。ってことはそういう奴らが続々と許可をもらいにやってくるのかな。おお、いるでしょうね。おお、リムル様が正式な魔王になられた今、挨拶に来ない者は範囲ありと受け取れます。今更だろう。いやいや、魔王というのはそれだけ力を誇る存在なのです。そうか、リザードマンでさえも魔王の庇護は喉から手が出るほどに欲しいものでした。庇護期待するなど考えも及ばず、ま、言いたいことは分かるけど、せっかくならちょっと調べてみようか。ちょっと今回俺あんまり大きくはね調べずに、みんなにちょっとお任せをしておりますけどもね、前回がたくさん調べたんで、逆に今回はちょっと少なめにね、はい、でどっちがいいですかっていうところをみんなとね、ちょっと、はい、庇護とは、うん、庇護とはかばってもらう。あー、こんな言葉お前使ったことねえよ、こんな言葉。庇護、すごいね、日本語って。保護じゃなくて、庇護ね。ははは、面白いな。はい。ということで、どっちが、皆さん見やすいかっていうのをコメント欄でお願いします。そのままコメントで、気になることあったら、コメント欄ですいませんけど、教えてくださいねっていうスタイルなのか、その場でどんどん調べていくのか。はい。マンでさえも、魔王の庇護は喉から手が出るほどに欲しいものでした。敵対するなど考えも及ばず、魔王を無視するなど愚の骨頂でしょう、うん、別にそんなこと気にしないんだけど。だろうな。少なくともリザードマンは挨拶に来るそうです。リムル様が魔王となられたことは親父殿にも伝えておりますので。おー、いいじゃん。はい、久々シオン殿にも伝えたのですが、ああ親父自らぜひともリムル様にご挨拶したいと申しておりました。聞いてない。リムル様ならば当然のことです。いや、聞いてないんだけど。シオン、しかしリザードマンがわざわざ挨拶に来るってことは、もっと小さな部族の奴らもたくさん来そうだぞ。ハチ、カブトムシいる。あ、天狗もいる。ってことは、あ、そうか。もう一回一緒に。もっと小さな部族の奴らもたくさん。うん、ミノタウルス、なんかこの種族かわいいな。耳が生えてる。ウサ耳族か知らんけどもね。オオカミくんたちはともかくとしてミノタウルスとかいるんだねっていうのと、小人、いや、これ何族このちっちゃいの。小人？少年サイズ、うん、ね、一瞬小人だろうな、これ、よっぽど知らんけど。暗記そうだぞ。ってことは、うん、あ、そうか、いっそのこと、お、思ったんだけどさ、うん、いっそのこと、大々的に宣伝して、この街をお披露目したらいいんじゃないか。おお、バラバラに押しかけられるよりも、はい、はい、いいじゃん、いいじゃん。った方が楽だろ。祭りじゃん。と言いますと。まだ町で受け入れられる人口には余裕がある。おお、労働力が足りないくらいだ。気に入ったら、うわ、うまい。ここでお披露目して、あ、一気に住民獲得を目指す。いいじゃん。挨拶に来るならついでにこの町を知ってもらおう。素晴らしい。そうすれば移住を考える魔物もいるかもしれない。うん、ミリムももてなさないといけないしな。はいはいはい、合わせてね。うまいね。最近ずっと緊張の毎日だったし、たまには息抜きもしたいだろ。ゲルトさん笑顔。だからさ、みんなでお祭りしようぜって話したよ。みんな笑顔だね、基本。ソウエとかも、いや違ったわ、そう見えるだけだ。どうせ俺のお披露目をしなきゃならないなら、ここは一つ盛大にやろうじゃないの、うん、いい、この考え方がいい、好き。ああ、最高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 。はい、もうめちゃくちゃいい。こういう考え方なんだよね。どうせだったらばね、じゃあこうしよっか、みたいなさ。どうせなら楽しもうか、とか、どうせならこうしよっか、みたいな、その発想、これめちゃくちゃいいなと思うね。
すごくいい、すごくいい。あ、だからさ、あの、ま、これまたグルチャの話なんだけど、今まさにこういう状況なんですよ。みんながそれぞれ、なんか、あの、自身のね、なんか、あの、部屋がさ、あの、なんか今起きてる現状として、現象としては、ゲーム部屋がすげえ盛り上がってんのよ。ゲーム部屋がめちゃくちゃ盛り上がってて、もう日夜みんななんかね、いろんなゲームをね、あの、原神だったりとか、うんと、ブルーアカアモンガスとか、なんかこう、マルチ部屋 VC つないでみんなでこう遊びに行って一緒に狩りに行ったりとかもうめっちゃフィーバーしててさ、で、あの、雑談部屋とかでも結構盛り上がってたりするんだけど、ゲームをね、やってない仲間たちも結構巻き込んでめちゃくちゃいろんなことやりてえなっつうことで、各部屋を盛り上げていこうぜみたいな流れをみんなでやってんだけど、その時になんか各部屋をね、盛り上げる盛り上げ隊長みたいな感じでさ、いたりして、だからなんか今ね、本当に似たような感じになって、みんなでこう一緒に、ワイワイ、ね、グルチャを作ってるっていう話でさ、もう100人も超えて結構ね、大所帯でみんなでワイワイやってるんで、まさにちょっと建国みたいな感じだよね。すごい楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しいんで、うん。多分ね、入ってない人は、一発、なんかどんなもんなのかな、わかんないじゃん。わかんないなら入れなんですよ。一旦見ようっていう。どうせわかんないから。どうせわかんないから、とりあえず見てみようっていう。そうすると、あ、こういう感じか。めっちゃ楽しいじゃんっていう。マジで一緒の友達いっぱいできるからね。やばいよ。だから、すごいね、これいいなと思ったのが、もともと、例えば原神でマルチとかやったことない人が入りました。ね、フレンド全然いませんでした。一瞬で50人、ね、なりました。つって、うえっていう。で、毎日一緒にマルチとか行って、例えばじゃあ狩りの効率っていうのもバチクソ上がって、で、仲間と一緒に行くから、今までにない楽しみが得れたっていうことがあったりとか、だからそういうなんか友達を作るっていうところでは本当に最強なんですよ。だから、テンスラ好きのね、仲間にもっと集まってもらって、そのテンスラ部屋っていうので、すげえみんなでワイワイやりたいなみたいな。うん。だからね、今考えていることとしては、前言ったみたいに、日本に行ったらオフ会をやるんだけど、その時はもう関係なくね、オフ会の時は、もう俺の脳を知ってくれてるみんな、もうブワー詰まって、なんかやろうぜ、みたいな感じで考えてて。で、日本に行くんだったら、まあ、ちょいちょい長期では行くと思うんで、まあ、1週間以上はね、2週間、3週間なのか、1ヶ月はさすがに入れないと思うけど、2、3週間はいると思うから、なんかオフ会を全員集めてやるのもあるし、あとはメンシプのみんなで集まってやるっていうのもいいなと思ってて、なんかそれはそれでもっといいじゃん、わかる、なんかこう凝縮みたいな。だからイメージ的にはさ、みんなブワー集まってやる会で、新しい仲間たちと出会っていてさ、日頃ね応援してくれるみんなと新たな出会いっていうことで、よりだからね、会った方がね、より仲良くなれるんですよ。でいろんなさ、もう出会いがそこであって、ああ、いいですねっていうところと、もう一個さらに、いつもね、グルチャで集まってるみんなで、集まってやるっていうのも、俺すごくいいと思うんですよ。ほんならば、なんか、わかるこの違い。なんかちょっと違いが出ていいなっていう。だからその2パターンを、ちょっと俺は今やろうと思ってる。うん。なんで、はい。そういったイメージをね、ちょっと持っております。それが、その日がさらにね、盛り上がるように、今からみんなでもっともっと仲良くなって、なんかやれたらなっていうふうに思いますんでね。で、グルチャガンガン俺入ってみんなとワイワイやってるんで、なんか、はい、せっかくなんで、こういう出会いなんで、来てもらえたらなっていうふうに思います。で、直近でね、この前だからテンスラ勉強会で VC つないで、なんかみんなといろいろとやったじゃん。あんな感じで、あれ、これアーカイブはライブの、欄にあるんで見てください。VC つないで、電話で話しながら、テンスラについてね、いろいろ話したんだけど、その感覚で飲み会をやるんですよ。バーチャル飲み会。まあ、イメージ的にはね、映像をみんなが出して生配信で、飲みながら語るみたいな。で、生配信するから、コメント欄も出るし。で、顔出しとかはどっちでもいいですね。顔出しなしだったら画像にしときゃいいし。で、声つないで、みんな飲みながら、ね、ワイワイやるっていう生配信もやる予定なんで。で、面白いのが、このグルチャが、まあ、要はさっきもね、言ったんやけども、テンスラをね、結構意識したところが、ね、最初の名前の作りのところで、なんかテンスラっぽくしたいな、みたいな仲間たちがね、昨日触れたそういった仲間たちなんで、まあ、いろいろ考えてね、提案をいただいて、ね、俺ネーミングセンスねえから、その中にいる仲間がね、マーライオンさんって言うんだけど、スナックジョニキーズええやん、みたいな。おーい、みたいな。それええやんって言って。で、もともと俺が、自分で店やってたのよ。
もともとやってて、あの、バーをやってて、ほんで、あの、酒作ってたりもしたから、なんかちょっとぽくなるよね、っていう話で、あの、スナックジョニーキーズって感じにしてんだけど、だからバーチャル飲み会の時も、スナックジョニーキーズ会見って感じでやってさ、ほんで、あの、オフ会やる時も、スナックジョニーキーズみたいな感じでやったらおもろいやん。まあまあ言うて、あの、未成年も来れるようにするからね、あの、酒は出せねえんだけど。出せねえんだけど、ジュースで乾杯だよ。うん、っていうね、はい、そんな、ビジョンをね、あの、持ってたりとかします。楽しいことが好きなんだよ。なんでね、あの、興味ある方はね。で、残念ながら、一応ね、あの、メンシップに入っての、あの、参加になるんで、あの、まあ、料金がね、かかっちゃうんで、そこは、あの、自身に合った感じで。で、あの、入れないからといって別にね、あの、仲良くなれないとかないから。ね。だから、オフ会も2段階でやりたいし、もっと、あの、知り合いたいわけよ。あの、ネットとリアルで同じだから、みんなと知り合ってさ。なんで、誰も置いていかないってよく言うんだけど、別にメンシップ入れないから、何って話だから、入れない人もいるじゃん、事情でさ。学生だったりとか、いろんな事情があると思うんだけど、別にいいから。だったらいつも通りね、みんなでワイワイやって。で、あの、オフ会やった時に、直接、ね、ワイワイやろうぜ、みたいな。で、グルチャー入れる人はもっとね、あの、密に、あの、ワイワイやろうぜ、みたいな感じですね。俺もだからいつも入って、みんなとワイワイ楽しんでるから、まあそんな感じでね、あの、いろんな楽しみ方を持って、うん、なんかやろうかな、みたいな。多分こういったグルチャーあんまないんじゃない？なんていうか、ディスコードのこの流れって、まあ言うならばそのメインシップの特典になるわけよ。で、メインシップで他の YouTuber さんもね、当然やってるんだけど、多分こんな、メインシップあんまないと思うんだよね。うん、その配信者も入って一緒にワイワイやってみたいな。で、いつも言うように、なんでそれがないかっていうと、配信者とリスナーだから。はい。これが大きな違いです。うん。あの、形式上は確かに俺も配信者、リスナーなんだけど、それはあくまで形式上の人が見た時の、客観的に見た時の印象であって、うん。あの、友達と一緒に何かを楽しんでるなのよ。だから、なんか変なこう壁がないんだよ。俺らの間に。だからそういう風にグルチャー作ってみんなでワイワイやって、俺もガンガン参加して一緒にゲームやったりとかね、あの遊んだりしてみたいな、してるんで、そこっすね。うん、ネットとリアルは一緒であるっていうのをね、理解すると、より新たな仲間たちがいっぱいできてさ、でもめっちゃ楽しいよ。俺本当にね、あの、この配信じゃない、チャンネルを始めて、本当にいろんな作品との出会い、ね、あの気づきだったりとか、で、いろんな仲間たちとの出会いがあって、すげえ、あの、毎日が楽しいんですよ。人生で一番楽しいっていうぐらい。んで、あの、さらにこのグルチャができて、その応援してくれる仲間たちと直接ワイワイできるからさ、すげえ楽しいんだよね。本当に、マジで。だからね、なんかそういった、意味でもね、あの、俺のこの楽しさっていうのは、あの、同じようにグルチャに参加してるみんなも感じていると思うんだよね。あの、俺と一緒にワイワイするだけじゃなくて、横のつながりがどんどんできてるから、あの、みんなね、いろんな楽しみ方をしてるっていう感じなんで、はい。まあ、あの、あんまりね、こう、がっつり、この、あの、メインシップについて、メインシップディスコードについて、あの、詳しく言ってないから、なんか言ってるけど何なんだろうなって、こう、知らない人たち多いと思うんで、ちょっと今回はね、それについて語りましたけど、ね。言うて語っても、あの、わかんないと思うから、いろんな部屋がある。とにかくいろんな部屋があって、それぞれ自分に合った形で楽しめます。それぞれの部屋に、いつもね、あの、遊んでいる仲間がいるんで、もうバッと気軽に入って一緒にチャットでね、ワイワイしたりとか、で、VC ルームもあるんで、VC でワイワイやったりとか、ゲームやったりとか、一緒に飲んだりとか、もういろんなことができる。とにかくね。で、いろんなアニメ好き、ゲーム好きの仲間が集まってるんで、あの、各部屋でアニメについて語ったりとか、いろいろできるんで、はい。あとは、入ってみてください。入ったら、想像の100億倍楽しいです。本当に、何の遠慮もなく、ハードルを、もうね、天を超えて上げてもらっていいってレベルぐらいの、ちょっと自信満々にこれはね、押せるっすね。入ってると入ってないと全然違う。はい。もうそれぐらいやばいです。人生楽しくなるよ。俺はマジで、ただでさえ楽しくなったのに、このチャンネル始めて、もっと楽しくなったからね。なんでね、あの、興味ある方は概要欄の一番上のリンク、はい、そこから入ってください。で、あの、入ったらつか、そのリンクは、あの、メンシップのリンクになるんで、まあ、それぞれの、ね、自分に合ったプランを選んでもらって、あの、YouTube のコミュニティページっていうのがあるんですよ。その隣に、あの、YouTube のメンシップ用のコミュニティページっていうのがあって、その投稿がね、あってさ、メンシップだけが見れる。その、
投稿の一番上にあのグルチャのリンクがあるんで、そこから飛んでもらってご自身の名前とプランをよいしょってこう言ってもらえたら、あのテシエルさんというまあテッシンさんね、テッシンさんという方がおりましてですね、あのテシエルというふうにあの名付けたくなるぐらい本当にね、あのとんでもない方がいるんですよ。もうラファエルさんみたいな感じのすごいね、あの方がいて、門番、門番です。はい、その方が、あの、通してくれますんで、はい、あの、来てください。やばいよ、楽しいよ。はい、ということで、そんな感じで今回締めていきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!